コランダピーミー。 I am コランダオールドジェネレーション。どうもコランダ TV のポチモです。あちもちもです。長田です。はい、ということで今回はくるくるたこ焼き作り。はい、これくるくるたこ焼き作りどうですか。これはさっきドンキに行って170円消費税込みで買いました。あのドンキホーテ。そう、作り方がなんとなんか液を入れて電子レンジで60ワットで約30秒チンしたらなんと出来上がっちゃうというやつなんですよ。おお、すごい。じゃあ早速電子レンジを使ってやりましょう。おっと、あの僕電子レンジ持ってないですね。今僕ん家にいるんですけど、そうですね、僕電子レンジない人間なんでどうしましょう。あっ、こんなところに。おお、ああ、びっくり。びっくり。なにこれ。なにこれ。お、これあるんですか。なにこれ。ああ、これ。たこ焼き器って書いてるね。ああ。たこ焼き器。これでやればいいじゃん。いいじゃん。ということで。レッツコランダー。ということで、揚げていきたいと思います。どう？お、はい。お、まず、たこ焼きの、本当は作る予定だった、この元が8個ですね。おお。それと、これが元、生地ですね。はい。これが、マヨネーズの元というソース。ソース。タコの元。これタコじゃないですね、中は。すごい時代ですね、今は。タコが作れるという。ここにタコの足の型があるんで、あら、これはどうやって作るんでしょうかね。やるか。ここに流してタコを作るんですね。すごい世界ですね。流しすごい、うまい。うまい。はい。はい。ででん。まずどこ？どれを切り離した？タコを作ろう。いきなりトレーにタコの素を入れます。はい、じゃあムチムチムさん、はい、三角か、すごい、タコなのか、タコ、あ、うまい棒のあタコ焼き味。あ、はい、タコやね、タコ焼きやん。甘い系じゃないんだね、これ。あ、すごいわ、これ。ほんとや、なんかピンクいし、すごい。ここに入れたら危ない薬品も入れて、次これ水を一杯ですね。はい、うお、あ、わきた。これはタコの素に入れます。Let's go。 混ぜたら、それをタコの型に入れる。タコの型を8個作る。え、マジ？粉っぽいな、まだ手でやりたい。もうちょっと水入れたいぐらいな。お湯水しますか。ちょっとよく言いない。え、それ全部やるの？8個作るもんで、4回に分けて。むずい。こういうことやろ。そういうことやろ。あ、めちゃくちゃ飛んでる。開けた開けた。お、タコじゃん。こんな感じです。おお。吸盤が若干見えます。チムチムさんはね、大好物がたこ焼きということで。あ、それは本当ですか。僕の LINE の名前、たこ焼き大好きムチムチムです。最近変えたっすね、それで。たこ焼きはどこ派っすか。たこ焼きはトロトロ派。あ、なるほど。トロトロ、すごい。すげーな。じゃあ僕その間マヨネーズの素ちょっとやってきますね。ちょっと難しすぎる。でもそれ対象なんで、めっちゃいいよね。いや、本当に難しいぞ。これなんか切り口が4回あって。はぁ、やばくね。うん、1の線をハサミで切り、うん、あ、2、3、4普通にやるやん。こぼれんために折るだけや。あれ、どっか端っこを切ってニョロニョロニョロって出るようにすると、うまい棒のエビマヨネーズ。危ないね。いや、でもこれ危ないというあなたに、保存量、合成着色量ゼロとここに書いてあります。すごい。じゃあ水入れますか。あ、目分量でいいっすね、もうめんどくさい。目分量でいきます。めっちゃ入れたね。じゃあいきます。いや、そのままですかね。で、これを混ぜてください。このとこで。そうっすね。これマヨネーズを作っとるやんね。うん、マヨネーズでよくない？ダメって。確かに。じゃあ生地を作ります。その間すごいいっぱいある生地。なんと、これはカップに水2杯マヨネーズ。結構いい感じになりました。あら、あ、ほんと普通にマヨネーズだね。うん、いい感じ。うん、生地っぽい。これやると何個分ぐらいになるの？1個じゃない？
じゃあこれ意味なって。でもさ、これでできないの？でかくね結構。確かに。膨らむってことじゃない？スガポチもこの間 TV 一の頭脳モンスターとか MDK 発案者の男だけのことある。 OK、 じゃあ永田さんやっていいよ。アムラーボールです。ここからがコランダールズですね。この本で8個作るけど、どういうふうに、これは3つで、どんぐらい、3等分ずつにしようか、普通に、うん、8個なんで割れへんもんで、 3で永田2とさっき落ちた分でいいんじゃない。もう頭いいな。点灯式始めたいと思います。皆さんで一緒に出しましょう。一斉のであ、最後言いましょう。言いましょう。どんなんや、もうね、これね、たぶん旬よ。やばい、ひっくり返せない、ひっくり返せない。あれ、え、匂いってなって、え、なんで子供なの。良くないですね。匂いがやばそう。こいつの匂いよね、もちろん、うん、久しぶりに使ったじゃないの。うん、絶対そうや。あ、サムネ撮り。あ、固まってきたぞ。よ。うわ、嫌やな、これ。俺のも育てすよ。チャンプルやん。あ、もうムチムチムチのやつやばいね。やばい。あっつ、びっくりした。こいつはね、じゃあやらせて。おおえ、もうちょっといないんじゃない。折れた。おおおおおおお、生地っぽいね。おお、ね、ハードルがめちゃ下がってるね。生地っぽいねって言葉が出てくると思わなかった。できましたー。食べてみて。熱いよ、多分。待って、マヨネーズつけるのかよ。ソースも作ってないで、まだマヨネーズいる。あ、でも、うん、え、意外と意外。マジ、マヨネーズ、めっちゃマヨネーズ。あ、じゃあ、これ、これ、これ、それはソースですか。ソースです。え、なんか水足りんくね。足りん、そのやり方マジ危険もんね。危険、足りん味。うん、おいしくない。おいしくない。うん、おお、僕の方にもかけてください。ねえ、ではまずいし、まずいけど、たこ焼きの風味だけはあります。うん、たこ焼きの味はするけど、うん、食感が気持ち悪いもんね。たこ焼きとして食べたら美味しくないよね。たこがかまぼこみたい。え、そうなの。うん、それは食べるんですか。熱いよ。たこはどうですか。あの、さっき水で作ったあれを食べとるみたい。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。結果、永田が電子レンジを買えばいい。